散財したという話をね、させていただこうかなと思うんですけど、まず、双葉のサーボを買いました。開けてね、YouTube ライブでちょっと配線だけ縮めたんですけど、双葉の、HPS-CT500 っていうサーボですね。アソシ君にも乗ってるし、TA-08 にも乗ってるし、また3つ目買って、420にインします。で、もう1個がですね、これです。X-RAN X10 Pro Elite G2S。ホビーウィングのですね、なんかブーストとかいろいろ遊べるアンプなんですよ。アソシ君に乗ってるんですけど、この420用に買ってみたんですね。今んとこね、もらいもん借りもんでできてるんで、ちょっと自分のアンプとサーボをつけといた方がいいな。特にサーボが、僕 7P、ちゃ、10PX 使ってるんですが、3話のサーボで動かしてたもんでね。動くんですよ。意外とね、動くんです。しかもね、だからレスポンスがそんな低いモードじゃなくて、普通に動くんですよ。SR モードとかは使えないんですけど、ね、サーボ動くんだと思って。まあ、ついてるんですけど、乗せ替えていこうかなと思いますね。それではですね、一気に開けていこうかなと思います。見た目がですね、かなり変わったんじゃないかなと思いますね。銀色です、これ。銀色か？なんか光ってみよう。あ、銀色だ。黒じゃない。これ色があるってこと？なんかわからんけど、まあ、とりあえずね、中身は銀色でしたね。では、作業開始。まあ、作業開始といったところで、いつも YouTube ライブでやってるみたいに、うだうだですね。部品を変えていくだけの動画になるんですが、どうやって撮ろうかな。いつもね、分解するときにね、どこからどうアクセスするかっていうのに悩まされるんですね。とりあえず僕はこれ聞きます。このセンターを外してですね、ひっくり返して、ちなみに鉄ネジとかアルミネジとかチタンネジとかね、材質によってなんか動きが変わるとか変わらないとかがあるらしいですね。僕は標準通りの鉄ネジで構成されてるんですけど、配線取って外れました。次にね、アンプを乗せ替えるんで、これブースト仕様になってんだけど、なんで乗せ替えるかっていうと、こっちをね、タムタムで遊べる15.5の、タミヤのモーターで遊べるリアルクラスってやつにしようと思ってるんで、付け替えるんですよ。だからこれごそっと取ったらブーストモード、ごそっと取ってタミヤモード、これごそっとつけてブーストモードみたいにしようかなって考えてるんですね。メカをですね、下ろすときにですね、ここ両面テープがついてて下ろしにくい、そんなあなたにですね、この隙間に少しパーツクリーナーを少し、少しですね、入れといて、なんか細い、例えばこういうものでペッてやるとすぐ取れますよという裏技でもないですけど、僕こうやって取ってますよってことですね。最近 ちなみに教えてもらって、それまでもう力いっぱい引っ張って取ってたんですけど、あ、こういう取り方があるんだっていうのをね、最近知ったんですよ。それをね、言いたかったんですよ。よいしょ、取れたと。で、モーターも取りますかね。
本当のね、パンの。たまに質問でサーボの設定を変えてますかってことをね聞かれることがあるんですけどね、 TA-08 の話なんですけど、それはサーボの設定変えてるんですけど、変えてるやつね、デッドバンドってやつを変える、あとねブーストモードっていうのが入ってるんですけど、サーボの中にそれを切ったりつけたりするとね、ちょっと多少変わるらしいんですわ。それをつけたり切ったりして遊ぶことがあるんですが、基本的になんかねあんまりいじくらないですね。間違えた、つける方向間違えた。僕ねこういうことをねよくやるんだよね。サーボのつける向きをね間違えたり、なんかいろいろ組み間違えたりなんだかんだしちゃうんで、本当はなんていうの、こういう細かいことやるのに絶対性格的に適してないんですけど、まあ、不器用でもラジコン遊べるよみたいな、そんな感じでね、あの見ていただくといいかなと思いますね。こうですね、多分こうです。向き間違えるっていうか考え方間違えてんだろうな、多分な、はい、固定概念みたいなやつで組んでいってるもんで、ラジコンとかそういうね物の構造に対してね間違った方向で捉えてるってことだな。僕はこのファンいらないんで外しますから、はい、よし、1.5 でファンを取ります。もう黒より銀色の方が好きなんでちょっと嬉しいですね。これかっこいいなって思ってますよ。サーボ乗せましたからね、これで受信機乗りましてね、こういう感じになるんですけど、モーターがですな、こう来るんで、今回ですねスペースゆとり持っておけるんで、ちょっと向きをねこういう向きにしようかなと思いますね。なんかいろいろ考えたんですけど、まあ幅というか場所がいっぱいあるんでどうとでもなるかな今回は。アンプの配線をですね短くしまして、かっこよくしていこうかなと思います。まずこれを、ただ僕攻めたね作りできないんで、短くするって言ってもまあ短くする量がたかが知れてるんですけど、いつもねまあこんもりしてるんですよ僕の場合。こんな感じ、あんまりこう詰めすぎるとすごいんだけど、詰めすぎるなんか怖くてね、いつもこうやんわりしてるんですよね。若干スッキリするぐらいかなっていう。本当はね、いいワイヤーストリッパーとかあるといいんですけど、僕いつもこれで増しまして、まず挟んでですね、線つけるんですよ。これ中身の線切らないようにしないとね、なんかこう損した気分になるんで、線一本でも電気が流れるみたいなことかもしれないですけどね。まあ、そんなシビアなものだと思ってないですけど、こう線入れてですね、でいいか悪いかわからないですけど、こう炙ってこうやって引きちぎるこれは果たしていいことなのかどうなのか、はい、どっち向きだっけってなるんですね。これ書いてないね、これやってマイナスプラスかな、多分一緒だよな。最悪ここの爪ぶっ飛ばせばどうにかなるもんですから、適当に配線組みます。サーボアンプ、このワイヤーをですね、短くするときに、このちっちゃい端子をね、かしめる工具がね、物が良くないとなかなか綺麗にかしまらないんですよ。まあ、これ物が良くても、あのかしめる人のセンスなんですけど、僕はエンジニアっていうメーカーのね
エンジニアってメーカーなんかな、これ使ってます。確か PA-09 ってやつだったかな、あの最強なんで。で、手前の樹脂の部分ギュッとこれ一箇所できましたね。あんま強くしすぎると曲がっちゃうんですけど、僕ね、こういうのすげえ苦手なんですよ。僕ね、こういうのね、めっちゃ苦手なんですよね。あの、不器用な人がね、頑張ってギリギリラジコンやってるっていう感じで見てくださいね。あの、器用な人がね、綺麗に作ってどうのこうのっていうのはもう絶対無理なんで。接着剤が上手に使えないし、ハンダをやってもうまくいかないし、あのポリカのボディも切れないしさ、もう何をやってもうまくいかないんだけど、ギリ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 ですね、ギリギリラジコン遊べてるみたいな。よいしょ。手先が器用な人っていうのはいいなと思うの。こういうの適してるよね。よいしょ。そういうね、手に職つけるじゃないですけど、器用な方が絶対器用じゃないよりはいいですわね。これで。ここ今思うと こんなんでこういう感じでいいのかな。こう、やんわりしたら潰れないんで、そういう感じでもいいかもしれない。まあおよそこうだろうと、多分合ってます。間違っててもね、また切って、長くしてるからまた切って作り直せばいいんで、あんまりビビってね、なんかこうやることをやらないといつまで経ってもやれないってなるのもあれなんですから、僕はまあ果敢にですね、壊れてもいいと思ってチャレンジするんですけど、僕の場合は本当に壊すんですよ。そこがね、良くないよね。無理やり入れます。ここは多分綺麗にかしめれる人はここで綺麗にサクッと入ってくれるんですけど、不器用なんでこういうこと多々あるんですね。これでいいですね。で、ものの数分でこういうのは短くできるんですよ。なんか間違ってる気がする。間違ってないかこれ。さあ、僕の大嫌いなアンプに配線をするためのですね、まずは線を取っていく。これ仮止めしてこんな感じ。これもね、ベチベチになんかこうやってすげえ這わせる人がいるんですよ。こうってベチベチに行く人がいるんで、僕はまあそんなにベチベチに行く勇気がないから、これぐらい。よし、バイスを使います。バイスを使ってここにセットして、フラッグ少し塗って、んで、こんな感じか。向きをね、合わせて。
これでいいんじゃない。汚ねえハンダやな。まあしょうがない、僕にはね綺麗なハンダも無理。あ、なんか向きがおかしい。まあでもいいっしょ。なんかねフラックスは表面をこう拭いた方がいいらしいんですよ。キュッキュッと、フラックスを拭き取ります。あ、俺なんかコネクター持ってたと。こうしますか。なんかね、よし、これはねアソシ用に買ったやつがずっと残ってたんですけど、メーカー名わからないこの謎のものでつけていこう。なんかおしゃれな感じなのかどうなのか。ここにこうですね。多分ですね、編集されるとすごく短くなってるんですけど、かなり悪戦苦闘してるんですよ今僕は。間違いなくこれが苦手すぎる。ハンダがとにかく苦手で、これは無理、これはひどすぎる。もうね、ミスりすぎてやばい、ミスりすぎてマジでやばい、苦手すぎる。いや、うまくいかん、マジでうまくいかん、めっちゃむずい。ハンダ付けは超苦手、本当に嫌なんだよね。もう不器用すぎてですね、もう本当にこういう作業が苦手なんですよ。よし、ついた、消えた、電源来た、よっしゃ、これもな、なんか今つけて、なんか配線が微妙やなとか思うけど、まあ、とりあえずだよね。よし、でサーボですね、こんな感じになってということで、長々とねやってたんですよ。多分こう短くなってすごい短期間になってるかなと思うんですけど、2時間は言い過ぎだけど1時間半ぐらいごちゃごちゃやってました。一応ですね、配線はまあなんとなくちょっと長いけどできたし、まあまあまあかな。もしかしたら、今からですね、気に食わなくなって配線短くしたりするかもしれないですけど、ひとまず車に乗っかったし、多分動くんじゃないかなと思うんで、まあ、この辺にしといてやろうかなみたいな。僕常にですね、不器用との戦いをやってまして、こんな状態でもですね、一応なんとかラジコンできるっていうことをですね、お見せしたくてね、チャンネルやってるのもあります。なんかカルマンギア作ってる時からそうでしたけど、ただですね、器用になったらもっと綺麗にいろんなことができるんじゃないかなと思うんで、いろんな工程にね慣れていかないといけないかな。ということで、さよなら、さよなら、さよなら。